ってもらいました。でもうまいうまい。伊藤さんすげえうまいわ。マジマジ。ボレの指示が効いてるな。なんかさっき先々週エラーばっかとかね。もう念をかけてたから。アドバイスじゃないね。しちゃいけないなっていうのはもう。落としだよね。体からね、もう取るときにね、染み出てる。落としてくれ、また言われる。今日後輩も来てるし。1位だごろってさ、結構緊張すんだよね。ね。左右に思いっきりいけないからさ。そうそうそう。これはもう。死んでるじゃん、ボールが。もうちょっと前にやけどね。まあ、俺の球が死んでるって言うの。そうね、そうそう。球生きてるよ、大丈夫だよ。わかるだろ。ひどい言いようだな。頼むよ、頼むよ。あ、復活したじゃん。あ、復活したじゃん。そう、復活した。運転の方が。あと得点と、守備の方。あ、ほんとだ。なんで守備も出ないんだ。サーチ頼むよ。これは誰ですか。俺の。最終回そうなの？成長したんじゃなくて。なんか自分で注文してでもやったんじゃないか。普通にこれね、これだけのチームじゃなくて、いろんなチームがあって。中華？うん、ちょ。お店行って。中華の近く、中華の近くの。インプレー、インプレー。ダメダメダメ。しかもね。入ってたね、確かに。あいつは阪神ソフトバンク戦、結果送ってこねえよ、まさか。LINE とかで、パッと見たら分かっちゃうんですけど。なんかでもさ、小川さん、ごめん、本当ごめん。本当4連勝ごめん。打ち返ってビデオで見んなよ、今。1から。ああ、いや俺はそれだったソフトバンク。ああ、出てたよ。出てた。阿部が解説者で出てた。阿部で。解説者ないでしょ。解説なんてできねえよ。解説やってたよ。ゲスト。ただ相槌打ってりゃいいですって言われるんだよ。相槌打ったら何百万もくれるから。そう。月に3,000万ぐらい。そんなにもらってんの？だって5億10年いると。あ、そうか。阪神ファンってどう？いや、今月ベンツ買っちゃったとか言っても大丈夫だよ。お釣りもキャッシュでキャッシュで。ナイス。じゃあ頼むよ。もう行ってほしいね。おー、ありがとう。ありがとう。やっちゃうぞ。もっといい試合じゃないの。3-1 どこへどこへ。伊藤さん、次は岡田さん。岡田さん、いい感じに取れてたよ。本当さっきの71。なんとなくね。頑張れ、おっさん。さっきの台でいいよ。内藤さん、頼ますよ。ラッパースイングだって。止まれ。もうね、顔はね、向こうレフトスタンド。